こんばんは、ピクソルリックなるかです。今日も作業を行っていきたいと思います。今回はですね、前回に引き続き、サソリを作っていくんですけど、前回ですね、土台となっているこちらのメッシュに対してですね、こういうふうにですね、立方体を、キューブのメッシュをですね、配置して、で、なんとなくそのサブディビジョンを行って、こういうふうに細かく割った状態になってます。で、一応配信外で多少進める予定ではいたんですけど、いろんな事情がありまして そんなに進んでない状態なんですね。なので、ちょっとそれを続きをやっていこうかなと。こんな感じでですね、こことか、細かいパーツ、あと背中の部分、みたいなところはもうすでに分けてあるんですけど、大まかなこのでっかい塊の部分、あと足の部分ですね、まだここら辺がいじくれてないので、最優先で足をちょっといじくろうかなと。ちょっと足がね、ディテール少ないですからね。こんばんは。そうだ、皆さん、このサソリメカがあんま進まなかった理由の一つでもあるんですけど、よいしょ、こちらはご覧いただけましたでしょうか。今回の生放送では、お察しの通りですね、あまり、詳しくはお話しできないんですけど、これは後日、生放送でですね、うちのピクソロジックの、多分おそらくポールかな、が細かく解説していくので、そちらの生放送を楽しみにしていただければなと。で、ちょっと日本時間だとですね、おそらくですね、深夜ぐらいになってしまうので、録画を見ていただいてっていう形ですかね。一応個人のツイッターの方でですね、英語訳、え、じゃあ日本語訳を起こしながらですね、一応解説はしていこうかなと思うんですけど、お、なんだ。ポルトガル語。言語はわかりませんが、コマンドはわかります。とてもかっこいい。ありがとうございます。そうですね。結局、共通語がリブラシですからね。I don't speak Portuguese, but yeah, I try. Like, if you have any questions, you can ask them in English. I can try to answer them if that's possible. And yeah, as you can see, I'm using ZBrush Core. So if you're familiar with the manipulation actions commands, then yeah, you don't have any issues watching my stream. Yeah, I did the translation in Google. No problems. Thanks. ここら辺の棒、パーツが多いので、ここら辺はとりあえず、後で調整するとして、最優先がですね、足なんですね。で、足がですね、8本あるんですけど、まだ全然このデザインが決まってない状態なんですね。なので、ちょっとこれをですね、デザインを決めながら、8本分ちょっと複製しようかなと。あと、サブツールが今ごっちゃになってるので、ここら辺もちょっと整理しつつですね、作業していければなと。Do you speak which language? Japanese. Yes, Japanese and English. So I lived in England for a couple of years.
So that's the reason why I can speak English. ですね、18日の榊さんの配信ですね、ちょっとですね、榊さんがですね、配信中にですね、キーを入力しちゃってるのをですね、こういうソフトウェアで、これにですね、表示してたんですけど、問題がちょっとありましてね、そこら辺をカットする都合ですね、ちょっと、今のところアーカイブにはまだ上がってない状態なんですね。なので、まあ、そこら辺をちょっと編集し次第、アーカイブに上げますので、そちらをちょっとお待ちください。どうしようかな。分割数を上げてデザインをまず決めてからにした方がいいかな。Do you have channel in YouTube or Instagram? No, I work for Pixelogic, so if you want to see my work, it's basically on ZBrush Central. So if you, I should be able to send the link of my gallery activity gallery. So here. ダイナミッシュでとりあえず一旦デザインを決めてからの方がいいですね。ダイナミッシュ、更新、ソロ。本体を一旦消して、サソリの足って本当になんかカニとかそっち系統の話してますね。
先端が2本に分かれてるのかな、1本か。節目があって、節目があって、って感じか。じゃあここにちょっと球体みたいなものを入れましょうか。球体入れて、ここら辺でも一回折れてみたいな。Thanks。折れて。じゃあここにも球体よっていう感じですかね。でここでちょっとなんか爪みたいな感じにしようかな。こんな感じで。で、じゃああと土台をですね。円柱かな？円柱をちょっとですね、配置しましょうか。こんな感じでぐるっと回して。サイズを細くして。こんな感じで、で、グリッド、長さ調整してあげて、回転。で、これで複製して球体に置き換えたいと。で、複製して下の方に。で、一番下の最後のやつはこれ四角かな。複製して四角に置き換えて、で、位置を調整と。こんな感じですね。で、これでもうとりあえず土台はいらないので、ポイして。で、あとは、ちょっとそれっぽい見た目にしましょうか。
こんな感じですかね。で、ちょっと、ここら辺の形状が、ごちゃっとしてるともったいないので、まず分割してですね。これで分けて、それでちょっと調整しましょう。爪みたいな形状にしたいので、こんな感じですか。マスクが残ってました。Tell me where I can find architecture IMM free. I don't know. I'm not used to architecture stuff, especially for IMMs.I think you can just search the term IMM, buildings or architecture, and then you can see the results. And usually the paid IMM stuff is better than the free version.What tablet are you using and why?I'm using the Wacom Cintiq tablets. I'm really used to Wacom Pen tablets because it's really nice and it has the nice flow to the brush. So you, the in and out of the line is really important.And Wacom has a really good like sensitivity for those kind of stuff. And I really like the screen aspect of the Cintiq because it's big and it's easy to see it directly, the result of the sculpt itself. So you don't need to do a lot of like back and forth between the line you wanted and not. So it, like I used to use the...normal pen tablet, not the screen one, and the result I got was like a lot of like back and forth between the control Z and stroking again and control Z and stroking again. And like after I started using Cintiq, I don't have that kind of issue that much. I can stroke wherever I want, and that's usuallythe benefit of the Cintiq tablets.一旦これ結合しちゃいましょうかね。節目の部分とかを全部一旦結合しちゃって、これいらないな。よいしょ。こっちはいらないので、これ消して、
補助。これもいらないね。削除。ん？あ、こっちもいらないですね。これも。表示分割。これで OK ですね。Yeah, like, because you can see where your line is at the moment compared to a pen tablet, you put it on the table and you don't look down on the stroke itself. So you don't have the alignment of the same, like, you don't have the same alignment compared to the screen and the tablet. So you would like to do a stroke where you are looking at the stroke.It's the same thing when you have a pencil, essentially, and a paper. So if you have a pencil and a paper, you know where your line is at the moment. But if you're looking at the screen at the, in front of you, and then if you are using a pen tablet on the table, you're not looking at the hand, right? You're just looking at the screen, and then,the line you're drawing will be like wobbly, not aligned properly, and then you have a couple of like redo issues. So for me, this is really easy, so that's the reason why I chose it. But after I got like after like couple of like tries for like for weeks,it's easy, but for the couple of first days, your hand is in a way. So if you want to draw a line, your hand is really annoying because compared to the pen tablet you put on the table, you don't have the like hand obstructing your screen. But now, if you have a pen tablet screen, your hand is on the screen.It's hiding where you want this like line, so that's the balance between the two different types of like screen or pen tablet kind of stuff. So you got to get used to using the screen, but you have a bigger benefit of like getting a clean line and stuff like that.これで足が出来上がったので、これをですね、まず反対側にも置きたいので、まずミラー結合で、これで1個出来上がったので複製して、元のモデルを表示しながらですね、よいしょよいしょ、配置したいんですけど、配置する際にですね、ローカルで、回さないとこの軸がずれちゃうので、ローカルシンメトリーを有効にしてこれでずらします。こんな感じですかね。うん。よいしょ。反転させるか。反転させて、こんな感じで。
で、複製して、同じくちょっと回転させて、複製して、回転させて、で、これで導弾を消してあげれば、足が配置できたかな。で、ちょっとここの一部分がですね、ちょっと高いので、これを使って、位置を調整してあげましょう。David, are you talking about the new features of ZBrush 2021? So you can watch the video? I can't talk in details right now, so. ちょっと英語の質問が多くなっちゃってますけど、全然日本語で何か ZBrush コアに関する質問がありましたら、ぜひぜひ。球体を入れるんですよね。ここら辺あたりに球体関節を入れたいので。こんばんは。こんな感じかな。で、ちょっと大きめにして。で、これを複製してあげて、配置して、ずらして。こんな感じかな。真ん中の足だけちょっと外側に出しましょうか。おっと全体いらなかったですね。こんな感じで。で、あとはですね、細かいパーツになってくるので、例えば腕の部分だったりとか、あとはこの腕の下の球体関節部分だったりとか、あとはこの、なんだろう、鎧の下の部分ですよね。生身の部分というか、ちょっとそこら辺を作ろうかなと思ってるので、そこら辺はですね、ここら辺の形状をですね、取っ払ってしまって、まずマスクをかけてですね、いらないところをちょっと選択しちゃいます。
で、非表示のやつを消しちゃってですね。まあ、非表示分割して、消して。で、これで、まあ、ダイナミッシュかければ、ここ埋まるんで、これをちょっと土台にしようかなと。で、あと、ここのコックピットの部分も、ここら辺もいらないので、こんな感じで。で、取っ払ってしまって、ダイナメッシュをかけたいと。ダイナメッシュ、ダイナメッシュ。512ぐらいかな。で、ちょっとここら辺がつながってないんですけど、これはスネークフックとかでですね、こうやって片面だけ引っ張ってあげて、ちょっとマスクしてあげて、こうやって引っ張ってあげて、で、これでもう一回ダイナミッシュしてあげれば、モデリングも学習するときに粘土彫刻も並行して学習するといいですか？そうですね。やっぱ粘土をいじくったときの感覚っていうのがあると、やっぱり立体造形とかっていうのが上手くなるので、基本的に絵も勉強した方がいいですし、彫刻もやった方がいいですし、さらにそれでデジタル彫刻もやるって形の方が、一番いいと思います。まあ、最短距離は結局、最短で上手くなる方法っていうのがあるんですけど、それは基本的にはやっぱりデッサンが上手くなることだと思うんで、だからデッサンが上手い人がやっぱ使うとめちゃめちゃ造形も上手いですし、上達も早いですね。で、すでにそこら辺ができてる方っていうのはもう圧倒的にもう初期の出来上がるものが全然違うので。まあ、自分が見てきた限りですね、やっぱ絵は描けた方がいいですし、上達できるって思う方法があるのであれば、もう全部実践した方がいいですね。よく3D だと、なんか絵ができなくても 3D はできますよって言われるんですね。で、それは確かにそうなんですよ。自分、絵はできなくても、3D はできるんですけど、問題は、できた方が圧倒的にやっぱ仕上がりがいいんですよね。なので、逃げることはないんですよね。やっぱ、できた方が、最終的な仕上がりがいいというか、ゲームとかでよくあるじゃないですか。例えばパッシブスキルっていうのがあって、それを覚えておくとやっぱ火力が全然違うとかってあるじゃないですか。そんなもんなんで、デッサンっていうのは。だから、あるとは違いますし、ないならないで別に困りは、まあ困る時もあるか 困る時もあるんですけど。困る時もあるんですけど、まあ、なかったらなかったで、なかったなりの戦い方はできると思うんで。でも、やっぱりあった方がいいっていう感じですかね。デッサンは自己学習より教室に通う方がいいですか？まあ、自分の経験で言うとですね、自分は、画塾生だったんですね。画塾生っていうのは何かって言ったら、美術予備校生のことなんですね。自分、大学が、美大なので、
薄皮になってる、まあ、自分が大学美大だったんで、結局その受験の際にですね、行ったのが、デッサンとかを学ぶことができる、教室だったんですね。で、その美術予備校とかでやって、まあ、デッサンを学んで、それで学んで結果、自分の体感ですけど、やっぱ基本は見てもらった方が一番いいと思います。なので、まあ、何かっていうとですね、デッサンってやった後に評論っていうのがあるんですよ。批評とか、評論じゃないな、批評ですね。批評っていうところがあるんですよ。で、何かっていうと、他の人の絵と一緒に並べて、先生が、ここはいいよね、ここはダメだよねっていうのを言ってくれるんですよ。まあ大体ダメなことが多いんですけど。もうスパッと言ってくれるんですよ。で、これ英語だとクリティックっていうんですけど、こういうふうにですね、分かってる人が、特に先生っていう、もう自分よりも上級の方が、一目見たときに、ここおかしいよねって。もう実際にデッサンとかで見ると、例えば壺とかってあるじゃないですか。壺を実際に見なくても、絵としておかしいよねっていうのが結構あるんですよ。なので、例えば地面に設置してるように見えないとか、あとは壺の反対側を意識できてないとか、っていう感じで、まあそういうふうに、壺の絵を単体で見て、壺を実際に見てなくても、これおかしいよねってなるのが結構あるんですね。なので、そういうふうに、他人から見たときにどう見れるかっていうふうな目で見られるので、そうすると、なんだろう、一人で見て、誰も結局、指導する人間がいないよりは、やっぱそういうふうに、指導する人がいて、横で、ツッコミ入れてくれる人がいた方がうまくはなりますね。大学とかでも、授業でデッサンやるっていう方は、やっぱそういうのもやるはずなので、なんか複雑になってるな。消して、ダイナミッシュ。そうですね、空間認識もそうですし、あと物の理解ですよね。なんで、例えば、工業製品を描くときには、工業製品なりのなんか見た目してないといけないとか、あとは例えば座りたいと思えるような椅子じゃないといけないと。そうすると何が起きるかっていうと、例えば、椅子の、手前の3本の足は見えてて、絵として映ってるんだけど、後ろの4本目がないから、座れないよねっていうのがあったりとか、これ書いてる時に意外と気づかなかったりするんですけど。見てるとやっぱ、なんだろう、見たまんまを表現しようとして、説得力だったりとか、あとはその、なんだ、ものの機能性っていうのが抜けてたりとかすることがちょこちょこあるんですね。これ、なんだろう、書いてない人からすると、ね、そんなことねえだろうみたいな話になると思うんですけど、書いてる人からすると、ついついうっかりやっちゃうことがあるんですね。なので、自分が経験したやつだと、なんだろうな、こう箱の上に布が覆いかぶさってるのに、布の部分にですね、箱の輪郭線が何も映ってないので、そうすると、布が箱の表面をこう食いつぶしてる感じになってるんですよ。で、そうすると、なんか布が乗ってるのか、潰れた段ボールの上とか、そういう箱の上に布が乗ってるのかみたいな状態になってて、なんか矛盾した感じになるんですね。で、そういうのってやっぱ他人が見ると分かんなかったりするんで。ミラーをかけて、ミラーときつく。これで OK ですね。で、これで余計な部分が取っ払えたので、あとはですね、まあ、腕の部分とかパチッと切っちゃって、これがちゃんとなんか肉体部分の土台に使えるようにいじくりましょうか。まずですね、いらない部分をちょっと削りたいので、コアの部分がですね、あ、そうか、ここは必要なんですね。コアの部分がいらないですよね。
今どうなってるかというと、こういうことですね。で、これでちょっと調整してあげて、雨の土台にしてあげたいと。あと、まあ、たまに批評を嫌がる学生とかもいるんですけど、批評確かに最初のうちは嫌なんですけど、でも嫌味のある先生でなければ基本はちゃんとやっぱそのうまくしたいと、まあ、その本人のためだと思って批評してくれるので、ここおかしいよねって言われたらそのまま言葉として受け止めて、でそれで次回それをうまく改善できるように努めればいいので、削りたいですね。で、批評っていうのは結構意外と個人でやっててもらえないんですよね。例えばツイッターとかで何かものを作ってる時にここダメだよねって言ってくるフォロワーさんがいたら逆に怖いですよ。おってなんだってなります。で、それができるのはやっぱ相手の実力にこう頼れるところがあるからなんですよね。なので例えば、自分の先生として、活動してる人がやっぱ作品その人の作品を分かった上で批評していくんだったら、あ、この人はこの実力があるからこういう意見が出せるんだなって思うんですけど、ただやっぱその作品を元に出してない人が、言ってきてもおってなんかなりますよね。ちょっと構えちゃいますね。まあなのでそういう若干信頼関係も若干あったりとかするんですけど、ただまあそれ抜きにしてもやっぱりそのままの批評っていうのは受け止めるべきで、例えばこういう造形イマイチだよねって言われたら、具体的にどういうところがイマイチなのかっていうのを言ってくれないと治らなかったりとかするんで、まあ、そういうのは欲しいんですけど、そういうのは受け止めて、まあ、改善できればいいかなっていうところですね。単純に暴言になっちゃう人もいるんですけどね、批評で。結局、例えば、そうだな、前に海外のスレッドでですね、まあ、Facebook とかでですね、ゼブラ氏の作品投稿しているところを横から見てたんですけど、とある Facebook グループの、方がですね、かなり辛辣な言葉で、投げかけてて、それは批評じゃなくて、単純に暴言だよっていうのがあったんですけど、まあ、そういうのもなんかちょっとあったりとかするので、そこら辺見極めがすごく難しいんですよね。で、ソーシャルメディアってそういうのが結構多くてですね、難しいんですよ。なので、教室っていう安定した環境の方が、生徒と、その指導側の人間のその、お互いの信頼感も組めると思うんで、教室の方がいいかって言われたら、まあそういうメリットがあるんですよね、やっぱ。あと上達していけばいくほどアドバイスがもらいづらくなるんで、そういうなんかもっとなんか上手くなりたいっていう方は特にやっぱその意見が欲しいんだけど、どこに意見を聞いたらいいのかわからないっていうのが結構あるんですよね。なので
なんだろう、プロを目指してるっていう方が、その業界人の人にアドバイスをもらいに行きたいんだけど、どうしたらいいかわからないとかっていうのは、まあ、よく聞く話なんで。あと、批評する側も、やっぱ、なんだろう、結構準備かかるんですよね。なので、これ見てくださいって、ポッて渡されて、おって思いますけど、なかなか、こう、とっさに言えなかったりとか、あとはとっさに、その、なんだ、指摘できなかったりとかっていうのもちょこちょこあるので、なので、まあ、いきなり、なんだ、ポートフォリオをポンって投げて、どうですかって、まあ、それオッケーだよって言ってる人だったらいいんですけど。まあでも最近はなんか結構そういうのもオッケーだよって言ってくれる人もいますよね。やっぱ結構やる気が大事だったりとかするんで、うまくて実力もあって、なんかやっぱそういうふうに飛び込んでいく勇気のある人はやっぱ褒められたりもするので。難しいですよね、バランス。ある 3D モデラーが言ってましたが、クリエーションは勉強は短距離よりもマラソンみたいなものだから、1年で大成するなら5年で大成するべきだと思ってま、って言ってますが、これにはどう思いますか？まあ、早い方が、まあ確かにいいっちゃいいんですけど、難しいですよね。自分は結局、ね、10年近く絵描いたりとか造形してたりとかするので、まあそれでなんとなくそこそこなものは実力は持ってると思うんですけど、それをこれをじゃあ1年で手に入れられた場合ってどうかって思うんですよね。なんか難しいな。1年で手に入れられるんだったら苦労しないんですけど、でもそれなりにやっぱ1年のその苦労する密度はなんか濃いというか、それを5年で得ようとしたら20%の濃度でやっていけるけど、でもそれを1年でやろうと思ったら5倍の濃度にしないといけないのでっていう、結構濃密にやらないと1年じゃ難しいですね。だからよく1年とかでめきめき伸びる人とかってのもいるんですよね。で、いるんですけど、その人っていうのはやっぱ物の理解が早かったりとか、あとはその、まあ、なんだろうな、デッサンとかがもともとうまかったりとかっていうのがあるんですよね。で、さらに言うと、なんだろう、うちの姉とかもイラストやってるんですけど、仕事で。で、彼女が言うには、やっぱ1年でやってきた人ってのは、経験値が少ないんですよね。だからそうすると応用力がないと。だから、例えばスランプに入った時に、ちょっと、へこみやすいというか、諦めちゃったりとか、やめちゃったりとかっていうのもあったりとか、あとは、なんだろう、表現の幅が少ないとか、そういうのもあったりしますね。まあ、自分は、あまりそういうのはあまり見かけないというか、まあ一年で上手くなってる人はそれなりにやっぱ努力してる方だと思うんで、なんだ、応用力も効くようになると思うんで、自分の意見ではないんですけど、まあそういう見方もあるにありますよね。こんばんは。ジーブラシセントラルで投稿して批評を受けた方がいいですか？そうですね。難しいところですよね。ジーブラシセントラルに、まあ、英語だと CC っていうのがあるんですね。クリティックとコメントっていう、その、まあ、作品に対する評論をしてくれっていうのが、まあ、CC っていうんですけど、そういうのをしてほしいって言った方がやっぱいいですね。で、あと、誰が批評してるかっていうのもちょっと見た方が良かったりしますね。こいつは何なんですけど、あんまり上手くない人が批評してもあんまりためにはならないんですよ。で、作品見て、あ、この人上手いなって。それで、やっぱり批評してくれるんだったら、やっぱそれなりの、
意見を出してるんだなって思ってやっぱ見ちゃいますからね、どうしても。なんだろう、受ける時のコツみたいなのも若干あるんですよね、やっぱそういう。で、やっぱ多少受けてみないと分かんないというか、何回か受けてるうちになんとなく分かってくるっていうのがあるので、まあ、ちょっとやってみるといいかもしれないですね。これ難しいですよね。そうですね、やっぱね、例えばどんな批評でもいいってなかなかないと思うんですよね。例えばじゃあ、母親に見てもらった、いや そりゃ何の基準にもなりませんよってよく言われるんですけど、と批評自分からよいしょで大変でしょ。なので例えばですね、母親に見てもらってうまいって言ってたって、うん、それは多分母親だから何でもうまいと言うんだと思いますよってよく典型例としてなりますよね。あと友人に聞いてみて、その人は友人が絵うまい人だったら分かるんですけど、絵うまかったりとか物を作ってる側の人間で、すっぱり物を言ってくれる人だったらいいんですけど、お世辞で褒めてくれたりとかもするので、そこら辺の境界線がすごく難しいんですよね。あと基本鉄則としてですね、批評を求めてない人には批評しないっていうのがあるので、例えば、ね、SNS とかで画像を上げてるからって批評していいわけじゃないので、批評はしていいと思うんですけど、ただね、本人の目の前でやると気分害しちゃうのもあるので、まあ、基本はやらないんですよね。ツイッターに孤独に作品を上げている、うん、やっぱそういうのはそうだな、難しいですよね。自分も例えばじゃあそれツイートしてそれで終わりなのか、動画にまとめて YouTube にしてあげるのか、あとは例えばそういう作品が集まってるスレッドのところに行って投稿するのか、まあいろいろですよね。自分は結構やっぱ作品見てもらいたいと思ってるので、せっかく作ったんだったらであればと思って結構見せてますね。あとソーシャルメディアの難しいところなんですけど、リツイートを受ける作品と作品としてうまい作品ってまた別なんですよね。なので例えば、人気キャラクターのファンアートっていうのはリツイートを受けやすいんですよ。まあ人気キャラクターなんで。で、それで例えばじゃあ100リツイート受けたからって実際にうまいかって言ったらまたちょっと別の話なんですよね。で、実際にうまくて100リツイート、1000リツイート、1万リツイートとかっていうのはあるんで、まあそれはまた別なんですけど、単純に人気キャラクターだからリツイートをされてるっていうのもあるんですよね。で、そこら辺がなんかこうごっちゃになりやすいんですよね。リツイート数イコールうまいかっていうとそうでもないっていう感じですよ。
そうですね。でもやっぱり、やっぱ業界人から見たら、めちゃめちゃうめえよ、この人、やべえよっていうのが言われてたりもするんで どうなんだろうな。なかなか難しいですね。あと、リツイートの土台になる数字っていうのもあるんで、例えばフォロワー数がもともと多い人だと、リツイート受けやすいので、そうすると、じゃあ、その人にとっての10リツイートっていうのは簡単だけど、作品単体で見たら、もしその人が投稿してなくて、別のところで無名な人が投稿してて、同じ作品だったら、同じリツイート数を受けてたかって言ったら、また別の話なので。今日は全然なんかゼブラシの話してなくて、なんかアート系統の話になってますけど、逆にこういうのもありですね。自分もうまくはなりたいと思ってるので、まあ、本当にへこんでる時にきつい批評を食らうと、うーってなりますけど、まあ、そこもあくまで人間なので、まあ、それを除けばね、基本は、やっぱ、暴言でなければ、どんな批評でも基本は受け止めたいと思ってるんで。そうですね、やっぱせっかくものを作ってて同じアート仲間なのであればやっぱこういう話もしたいですね。前の確か配信で言ったと思うんですけど、視聴者のみんなもですね、まあ皆さんもですね、例えば自分が ZBrush 公式、まあ、公式の人間というか、ピクソロジー公式の人間だから、なんかこう、線引きみたいなのいらなくてですね、あくまで自分はもの作って配信しているだけなので、同じアーティスト目線で見ていただければなと思ってるんですね。なので、基本は仲間だと思っていただければ。基本は ついついなんか口癖で基本はって言っちゃうんですけど、仲間だと思っていただければ、ぜひ。ZBrush Core の機能だと、Unreal Engine 4などのゲームエンジンにエクスポートするのは難しいですか？まあ、基本はスカルプトツールなので、本当に造形がメインですからね。なので、例えばこれをリトポロジーって言って、まあ、ポリゴンの流れをまた再調整してきれいにしたりとかして、それで持っていくのであれば、それはそれでありだと思います。ただこのまま使うのが最適かって言ったら、ちょっとそれは違うかなって感じですかね。まあ、例えば用途によるんですよね。ラフモデルを作っていて形状だけ見たいって言った場合には、これをちょっとポリゴン数削って、じゃあ実際にゲームの方に持って、ゲームエンジンの方に持ってって、どんな見た目になるか見てみたいっていうふうな造形方法なのであれば、いわゆるプロップみたいな形で軽くポンって投げて、それで OK なんですけど、そういうのでなくて、最終的にこれを動かしたいだったりとか、背景のものとして置きたいっていった場合には、やっぱそれなりのやっぱ作り方をしないといけないので、なので、コアはあくまでラフ形状だったりとか、そういうのにはすごくいいと思うんですけど、何か実際にゲーム用のアセットとして使いたいっていう場合にはちょっと難しい。単体ではなくて、他のソフトウェアとやっぱ組み合わせる必要が出てくるので。まあそうですね、基本的にはあくまで自分は Pixologic 公式側の人間なので、他のツールに関してはあまり詳しく触れられないというか、あまり自分もそこまで詳しくないんですよね。なので、自分が使ったことのあるツール、例えば 3ds Max とかの話はできるんですけど、例えば、そうかな、無料ソフトの、ドレソレとか、あとは何だろう、他の
ツール、例えば、そうだな、モードだったりとか、シネマ 4D だったりとかっていうのは、そこら辺は自分は使ってないので、そうすると、じゃあ、何々の機能と組み合わせてみたいな話を、まずされてもですね、わかんないんですよね。ああ、これ、質問のコツでもあるんですけど、例えば、よく質問で自分も受けるんですけど、どれぞれのソフトウェアの、どれぞれの機能に害するものって、ジブラシにあるんですかって質問のされ方をする方がいるんですよね。で、それってすごく答えづらいんですよね。その機能を知っていないといけないですし、で、さらに、なんだろう、それらに精通していないと、はいともいいえとも言えないんですよね。なので、そうなってくると、やっぱなかなか難しいというか、まあ、ちょっと質問のコツの一つですよね。なので、そうじゃなくて、こういうことを、具体的に何かものを作りたいものがあって、こういうものを作りたいんだけど、こういう手順を踏んでいてやっていきたいと思っていると。で、これは可能かっていうふうな言い方をした方が、じゃあそれの手順よりはこっちの手順の方がいいですよとかっていうのも提案できるんで、その辺がやっぱ質問の上手い人っていうのはやっぱちょっと抽象化させて、こう引っかかりやすい範囲をちょっと広げてるというか、自分の具体的に何がやりたいか、どういう手順を踏んでいるかっていうのと、あともう一つ、どういうことが行われているかって想定できるっていう感じですかね。例えば、動作がわからないと。自分はこういう動作だと思ってるんだけど、これで合ってますかっていう聞き方をした方が、その動作、想定している動作だと、別の動作になってるから、求めてるものとは違うよとか、そういう回答ができるので、何の話だっけ、これ。別のソフトウェアの話か、そうか。ちょっと脱線してますね。ZBrush 2021の、プレビュー見ましたが、衣装の造形機能が素晴らしいと感じました。そうですね、あんま詳しく話せないというか、まあ、後日、生放送で行われる、動画を見ていただきたいと思うんですけど、生放送の内容を見ていただきたいと思うんですけど、まあそうですね、まあかなり強化されてますね、いろんなものが。はい、2万。Welcome. ここにちょっと四角を置きたいな。ここにピンチを入れて、ちょっと角を出しながらも。そうですね、シワブラシ、なかなか楽しいですね。布の質感だったりとかっていうのが作れるようになるので。自分は結構そういうなんか布の質感みたいなものは基本はダムスタンダードブラシだったりとか、既存の普通のブラシ使ってたんで、いろんなこうブラシが使えるっていうのはやっぱ楽しいですね。
The icon of the channel is literally black and white. It looks like offline on Twitch. Some color in the icon might help with views. There might be people who think the channel is off and not the thing. Well, they usually send out a notification when the stream starts, right? ああ、Z モデルなんで、そうですね。ちなみに、スニークピークの、動画のディレクションをやってるのって、実は自分が担当してるので、なんだろう、一部、録画とかも自分が担当してるんですよね。で、ドクロとか、ドクロのリトポロジーだったりとか、あとはその重火器のスコープ作ってるところとか、あとはナイフのやつとかもですね、実は自分が作ってるモデルなんですよ。で、まあ、なんだろう、新機能をいろいろと試して遊んでたんですけど、やっぱ、いろんなものが作れるようになって、なかなか面白いですね。今までだったら結構時間かかってたモデルとかもかなり時間短縮できたりとかして、なんだろう、新しい表現とかだけじゃなくて、今までの表現が時間短縮につながってるっていうのがあるので、そこら辺はやっぱ面白いなって形でした。あと一部機能は自分がフィードバック入れた内容もあるんですよね。それで採用されて実装されている機能もあるので。まあ、全部が全部じゃないですけど、まあ、そういうのも一部ありますね。ここら辺のやつも新しくパーツ作んないといけないですね。どうしようかな。うん、四角を置くか。ああ、ナノメッシュの話ですか。ナノメッシュの、回転に関してはですね、あれはまあ、今までの既存のナノメッシュとはちょっと異なる挙動になりましたよって、そういうやつですね。まあ、具体的にはちょっと今、お話できないんですけど。あ、ローカルシンメトリーがついた。
あ、悪魔のモデル？悪魔のモデルって、あれですか？アーマー着てるやつですか？アーマー着てるやつに関しては、例えばダイナメッシュだったりとか、もう、ムーブブラシだったりとか、そういう、CPU を使う、特に、一部、すごく処理を使ってるようなところがですね、速くなってるってことですね。アーマー着てるモデルも確かに2、3個あったな。ダイナメッシュの後の、角を動かしてるやつに関しては、ムーブブラシとかを使った時の速度が向上してますよっていう、そういうあれです。ダイナムシュの処理時間も結構早くなりましたからね。ドンバス、ベストンバス。ドンバスってどこだろう。ドンバス。Oh, from Russia. Hey. そうですね。それが動画の意味です。Ukraine. Oh. Ukraine and Southern Russia, sorry. ウクライナからの視聴者ですね、珍しい。インドだったり、ブラジルだったりっていうのはよく見かけますけど、ウクライナは珍しいですね。ウィキペディアの一番最初の文章のところにですね、サウスウェスタンラシアって書いてあって、あれって。で、それで、その前をちょっと見てみるとですね、東ウクライナって書いてあって、あって。なるほどって。ウクライナか。ウクライナあんま詳しくないんですよね。なんか、刺繍がすごいとかそういう感じですかね。うちの母親が刺繍系統詳しい方なので。ウクライナの刺繍って、なんか、白に赤地のやつがあるんですけど、結構これは綺麗なんですよ。ウクライナって何語使ってるんでしたっけ？ウクライナ語？多分ロシア語基準。ウクライナ語ってのがある。なるほどね。ああ、微妙にロシア語から離れてるのか。ええー。あ、でも表記はキリル文字なんですね。
コサックはロシアじゃなかったでしたっけ。So we're talking about、Ukraine in general. So、we were searching what kind of like language you use, and the comment sections are talking about Ukraine right now. そうですね、美人さん多いですよね。言葉違う、コサック、コサック、あ、コサックなんだ、ウクライナコサックってのがあるんですね。I worked with Koreans in Poland. You are awesome guys. 、well, I'm Japanese, so、I'm not Korean. So. Hey, Saeed. もしかして今のブラックジョークか。ポーランドで韓国人と一緒に働いたことがあるんだよって今ジョークで言われたんだけど、多分ジョークなのか、あの本気の話じゃないと。さっき、ロシアと一緒にしちゃいましたからね。すみません。Yeah, no problem. I made a mistake with Russia too, so I feel bad. Ah, thanks, Saeed. いやだってまあジョークとしてジョークだったら傑作じゃないですか。カウンターとして最強ですよ。やっぱね、それぞれの文化にちょっと興味持った方がいいですよね。よくあのアメリカ人とかに話してるとですね、韓国系なのとか中国系なのとか意外と区別つかなかったりとかしますからね。難しいですよ。やっぱあの隣の国の人間、隣国だったらあの詳しいじゃないですか、ある程度。でもね、ちょっと離れたところになってくるともう分かんないですよね。まあ共通言語は ZBrush なんで、やっぱそこら辺が分かると造形見ててもやっぱ話ができますからね。あのよくなんだろう、造形上手い人であの英語できないから海外に投稿してないって言ってる方がいるんですけど、もったいないんですよね。あのもう造形力バリバリあんだったらもう言葉関係なくもう体当たりで突っ込んでったらいいと思うんですよ。うまけりゃなんか言葉の壁なんて大したことじゃないですよ。そうですね、映画とかやっぱ見てるといろんななんか文化の差があったりとか、あとはどういう表記の仕方をしてるかとかでも結構違いますよね。ク
国ごとのポスターとかもなかなか面白いよね。最近だと特にディズニーとかがですね、あの各国あたりに対してこうローカライゼーションをしっかりやってるんですね。なので例えば日本だと、アナと雪の女王っていうタイトルになってるじゃないですか。で、海外だとそれがフローズンになってるじゃないですか。で、ラプンツェルだっていう、ラプンツェルっていうタイトルの作品が、それが現代なんですよ。もともとの、その童話の方がラプンツェルっていうタイトルで、日本でもラプンツェルなんですけど、海外だとタングルドっていう、エンタングルドだったかな？絡まってるっていう、英単語になってるんですよ。で、そっちがアメリカの方だと使われてるっていう。まあ、そういうふうになんか違いがあって面白いですよ。あと例えばそうな、レック・イット・ラルフっていうのがあるんですけど、それが英語のタイトルの方で、日本語タイトルにするとシュガーラッシュになったりとか、全然違うじゃんって。やっぱそういうのは、どういった単語が言いやすいかとか、特に日本だと、どちらかというと中学生レベルの英語ぐらいにだいたいタイトルが抑えられているので、そうするとレック・イット・ラルフってすごく言いづらいじゃないですか。だからそれがシュガー・ラッシュっていうタイトルになったりとか、エンタングルドって言ったってなんかなんだろう、量子科学系の人間だったらわかるんですけど、なんだろう、量子テレポートの関連でなんかエンタングルズ状態とかっていうのがあるんですけど、絡まった状態、なんか物がいろいろと錯綜してる状態のことをエンタングルズって言ったりとかするんですけど、そういう方だったらわかるんですけど、でもやっぱなんだろう、普段英語に触れてない人間からすると全然何のことだかわかんないじゃないですか。そういうのを考慮してやっぱ日本語訳されてるのがやっぱディズニー作品だったりするんで、その辺のタイトル見たりとか、あとはポスターのどういう見せ方をしてるかっていうのを見ると、やっぱ各国単位で違ったりとかして面白いですね。そうですね、結構例えばカーズだったりとかっていうのは、日本だと何だろう、複数形にしないんですよね。例えばちょっと待ってね、一応確認しますね。ロード・オブ・ザ・リングスは数がついてたっけ。そうですね、ロード・オブ・ザ・リングなんですよね。日本語タイトルだとロード・オブ・ザ・リングなんですよ。なので指は一つの話なんですよ。で、あれ中身見てみると分かるんですけど、複数の指輪があって、それのそれぞれの持ち主の話なんですよね。なので複数形じゃないといけないんですよ。で、元々のタイトルも複数形なんですよ。そうなんですよ。これが現代で、よいしょ、これが現代で、日本語だとロード・オブ・ザ・リングなんですよ。複数形じゃないんですよ。えって意味違う。でも、これ日本語的にはある意味正しくてですね、日本人が全然複数形使わないんですよね、一般生活で。だから複数形に慣れてないのにもかかわらず、なんかそういう、その複数形入れられるとやっぱ違和感があるので、取っ払うんですよね。自分もこれちょこちょこ
ZBrush の UI 上でやってるんですけど、複数形があるものに対して使ってないところもあるんですよね。具体的にちょっと思い出せないんですけど。なので、そっちの方が分かりやすかったりとか、馴染みやすい単語になってたりもするので。これはやっぱ、なんだろう、邦画とかっていうのは、まあ、たまにポスターがダサいとかっていうのも、まあ、よく批判はされたりするんですけど、こういうタイトルとかで、日本人が読める英単語レベルに抑えるっていうのは結構うまいですよね。でやっぱそこら辺がうまくできてる作品っていうのは、そこら辺がうまくできてるがゆえに、やっぱ日本でも受けてたりとかもするんで、うまいやつって気づかれなくて、下手だとめちゃめちゃ疲れるって感じですか。その辺が難しくて、あの業界は結構大変だろうなって思いますね。そうなんですよね。で、まあ、ロード・オブ・ザ・リングスなんか特に代表的なんですけど、なんだろう、トールキン、作者のトールキンが、そもそも、なんだろう、日本語訳っていうのを作って、なんかこう、翻訳者に最初に渡したバージョンがあるんですよ。で、それが指輪物語っていうタイトルのやつで、で、スティングっていうフロドが使う刀あるじゃないですか。トロールが持ってたやつをですね、パクって、それで自分がその使って毒だったりとか、あと魔物が近づいてきたりとかすると刀が光るっていうスティングっていうのがもう武器であるんですね。でそれをまあフロドが持ってるんですけど、それの和訳が貫き丸なんですよ。いや、トールキン公式の翻訳だと貫き丸なんですよ。なんかちょっと違うけど。ちょっと違うけど、なんかそれはそれで面白いなって。でもやっぱ、刀だからなんとか丸とかにしたんでしょうね。そこら辺はやっぱ、相当トールキンさんも勉強してんだなって。もともと言語学者ですからね。そうなんですよ。知ってる人だったら知ってるんですけど、これ。貫き丸で検索すると、その、ウィキペディアのページが出てきて、こういう、ウィキペディアじゃない、その、ロード・オブ・ザ・リングスの、ファンページが出てきて、貫き丸、かっこスティングって出てるんですよ。これが結構好きなんですよね。うん。なんで、トールキンさん公式だと、貫き丸って言うんですよ。でも、このバージョンで翻訳されてた映画を見たら多分、そんなに受けなかったと思う。どちらかというとやっぱスティングの方がかっこいいじゃないですか。
結構そのこの、あの古い方の役だとなんか独特な表現があったりとかして面白いですね。逆で、うん、そうですね、あのなんだろう、ハリウッド映画のところで津田沼丸って言ってたらギャグになりますね。でこういうあのなんだろう、翻訳系統のやつだとそうだな、海外だとあのポケモンのサトシっていうのがサトシじゃないんですよね、アッシュなんですよね。しかもフルネームがアッシュケッチャムっていう名前になってて、その名前どっから来たのって。でも向こうは向こうでやっぱそっちの方が馴染みがあるので、もう全然そっちは違和感ないんですよね。そう、あの何ケッチャムって何かって言ったらキャッチデムオールっていう、だから全て捕まえようっていう名前の、キャッチデムオールケッチャムキャッチャムっていう名前なので、キャッチャムになってるんですよ。だからアッシュキャッチャムってなってるんですよ、名前が。それがフルネームだっていう。なんかレッドとグリーンの方が良かったんではないかって思いますよね。でちなみにあのタケシっていうジブリーダーがいるんですけど、タケシはブロックって名前になってます。ポケモンの名前も細かいんですよね。なんかポケモンの名前系統のやつもなんかあれは多分結構苦労してるんだなって思いますよね。なんかあの自分がちょうどイギリスにいた当時ポケモンが流行りだしたんですけど、海外であのドイツ版とかなんかイタリア版とかイギリス版とかなんかいろんな言語版が当時、まあ、ヨーロッパで出てたんですけど、なんか全部やっぱ読み方違いますからね。あれはそれ苦労しただろうなって思いますよ。そうだね、ブロックはなんかなんとなくあ、岩っぽいって思いますね。それはなんとなくわかるんですけど。霞は何だったっけな、霞はミスティか、ミスティですね。あ、それは確かになんとなくなんかわかりますよね。なんか水っぽいっていう。ちなみにあのデジモンもなんか曲が英語版であるんですよね。でその日本語のなんか主題歌が流れる進化のシーンがあるんですけど、そこも曲違うんですよ。でなんかそうですね、あの日本語版の方がかっこいいと思います個人的には。そうなんですよ、日本語を流しても結局子供受けしないじゃないですか、向こうの人だったら。でそれを結局あのこれ日本でもよくあると思うんですけど、あの日本の、映画館で流す際に、日本語用の主題歌をつけるじゃないですか。例えば代表的だったのがあのなんだろう、まあ、個人的になんかパッと今思いついたのが、例えばバイオハザードの主題歌で中島美嘉だったかなが歌ってる主題歌があるんですけど、そっちに切り替えてたりとかするんですね。で海外だと別の曲が割り当てられてたりするんですけど、日本語版主題歌みたいなやつがあるんですよね、まあ、映画だと。でデジモンとかでも結局その進化の時に流れるあの曲は
あくまで日本語が流れてるので、海外向けには海外向けの、その曲流すんですよね。で、まあ、当時自分が子供の時に見てた限りではやっぱその違和感がすごくてですね、鳥肌立つぐらいのレベルだったんですよね、悪い意味で。そうですね、ブレイブハートに思い入れがある人はブレイブハート聞いて、おお、デジモンって思うんですけど、海外の人からすると、その、なんだ、英語版の方の進化の曲を聞いて、あ、デジモンって思うらしいんで、ノスタルジーのところになってきますよね、そこまで来ると。難しい。あー、スパイダーマンそうだったんだ。知らなかったですね。そうなんですよね。結構その曲のライセンスの関連で、特定の国には使えなかったりとか、あとはね、アメリカ以外は別のアーティスト使ってくれとか、そういうのもあったりとか、まあいろいろ、配給会社側だったりとか、あとは映画制作側がいろいろと苦労してんだなっていうところですよね。あとは海外だとスーパー戦隊もの、いわゆるヒーローもので、戦隊ものってあるじゃないですか、なんとかレンジャーとか。海外だとあれ、その変身して戦うシーンのみを切りつなぎして別のものになってるっていうのがあるんですよね。パワーレンジャーシリーズっていうのがあるんですけど、パワーレンジャーってそのまま出てくる、調べたらですね、ウィキペディア出てくるんですけど、なんだろう、原則として前年に日本で放送されたスーパー戦隊シリーズの作品をベースに制作、放送が行われてるって書いてあるんですけど、なんだろう、使ってる映像は変身した後のシーンで、で、あとはもう、なんだろう、うまくつなぎ合わせてるって感じなんですよね。で、これ、なんだろう、日本人が見ると、つなぎ合わせじゃんって思うんですけど、海外の人は全然違和感なく見てて、え、つなぎ合わせだったのって。前に、うちの社員でですね、まあ、戦隊ものが好きで、見てたっていう人が、まあ、その小ネタを言われたときに、え？っていう顔してましたね。どういうことって。そうね、まあ、うん。まあそうだね、そういうのが結構、細かくいろいろあって、まあ、知ってるとね、こうやって話してネタにできるんですけど。まあ、仕事からちょっと翻訳とかを扱ってると、やっぱここら辺はよく目にしたり見聞きしたり、ちょっと意識しないとできなかったりとかするので、
なんか大天使マイケルだったらなんかすごいなんかいい感じの人になるじゃない すごい親しみ感じますよね。ミカエルだったらなんかちょっと、あ、天使だなって感じがしますけど。マイケルだったらなんかすげえなんかチャラい感じになりますね。実際にチャラいかどうかはまあ置いといて まあでも、あれなんですよね。ミカエルとか、ミヒャエルとか、マイケルだったりとか、全部、英語の表記としては同じですからね。天使のバックだけど、ブーメランで戦えそうですね。すげえステレオタイプな感じが だって尻尾のディテールが削れたので、これでその先日調整してたパーツと組み合わせるとなんとなく見えてくるので、ここら辺の筋をもう一回掘り直して、であとはなんか肉だったり筋肉っぽい感じにしようかなと、生物らしさを出そうかなと。サソリに筋肉、そもそも甲殻類だからそもそもからじゃんっていう話はちょっととりあえず置いといて、なんかそういう生物系な特徴をちょっと入れたいなって思いますか。サブディビジョンレベルは最終的にどのレベルに上がる、どのレベルまで上がるものなんですか？上がるもの、最大は、基本は、頂点数が、1億にならない限りは、ZBrush の場合はできますね。ZBrush コアの場合は、確か2000だったかな。2000万を超えるとダメですね。1サブツールあたり。で、最大はそれなんですけど、でもじゃあ実際にそこまで上げるかって言ったら、まあ、大体上げないですよね。で、じゃあどこまで上げるのよって話なんですけど、まあ、作業する上で、ディテールが掘れるレベルまで上げます。なので、例えば、なんだろう、人の肌の毛穴まで掘りたいって言ったら、まあ、相当細かくしますよね。で、それが掘れるぐらいのレベルまでは密度上げます。で、ZBrush というか、そのスカルプト系のそのディテールっていうのは、基本はその、まあ、どこまで掘れるかっていうのが大事なのであって、別にそのポリゴン数とかがいくつだかっていうのはあんま気にしなくていいんですよ。そういうのを気にする工程っていうのは、また、例えばじゃあ、ゲームに落とし込んだときに、何ポリゴンにしたいかっていうのを、検討し出すところなので、それとはまた別なんですよね。なので、造形をして、形を出すっていう段階だったら、もうできる限り、表現したいものがあるのであれば、そこまで掘ると。で、まあ、これもよく聞かれる質問なんですけど、例えばダイナメッシュとかで、じゃあ、いくつの解像度にすればいいんですかって聞かれるんですけど、いや、それは表現できるところまでやります。なので、表現で利用したいのが、こういうざっくりとした形状を作りたいってだけなのであれば、そんなに解像度いらないですし、逆にそのもっと細かく彫りたいとかっていった場合には、しっかりとサブディビジョンレベルなり、ダイナメッシュレベルなり上げないといけないので、そうすると、それらが彫れるまで上げますよ。
で、ZBrush 別にあの1億ポリゴンあっても全然動くので、あの他のその他のソフトウェアで1億ポリゴンって言うとなんか そっとされると思うんですけど、うん、ZBrush の場合はそこら辺は問題なく動くので、前にあのうちの知り合いの方が、1億頂点まで行ってたんだけど、なんか気づかなかったって言われてて、ちょっと動作が遅いぐらいで済んでたみたいなことを言ってたんで、まあそういうことなんでしょう。1億まではいかないですけど、まあでも、自分がよく作業するあの密度としては、キャラクター全体で3000万頂点ですかね。それぐらいまではいきますね。で、やっぱ細かくしようと思えば、もっと細かくできるんですけど、まあ、基本はやっぱサブディビジョンレベルないとどん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 重くなっちゃうので、そこら辺はサブディビジョンつけて、それで掘っていくって感じですね。そうですね。なので結局自分のアイディアを形にするのに、じゃあこれ何ポリゴンなんてあんまり気にしなくていいんですよ。自分のアイディアが形になってるかどうかが重要なんで。で、まあ、あの、アイディアが形になるのに、必ずしも解像度が必要なわけじゃなくて、例えば、段階を踏んで、軽い頂点数で必要な表現ができるのであれば、あの軽い方がいいですし、逆に、なんだ、最終的に毛穴まで掘りたいとかいうのであれば、やっぱそれなりに、解像度を高めないといけないので、そこら辺は、やっぱ、合わせなきゃダメですね。で、まあもちろんこれはあのゲーム会社だったりとかして、例えばその所属してる会社で、何ポリゴンに収めてくれとかいうのであれば、まあそれは収めますけど、基本的には ZBrush っていうのは後でノーマルマップとかにベイクするので、ノーマルマップって言って、まあ凹凸情報みたいなやつをですね、擬似的につける、画像データにするんですよ。で、そうすると、その画像データを載せる、モデルっていうのはローポリゴンにしないといけないんですけど、そのベイクする際の元のそのノーマルマップを作成するためのモデルっていうのは別にすごくハイポリゴンでも全然問題ないんですよね。なのでそうすると実はポリゴン数っていうのはそこっちには関係ないので、いくらでもハイポリゴンにできて、それでローポリゴンの方にうまく転写ができれば OK っていうだけなので、まあ、なので、そういうふうに会社単位でなんか制限とかなければ、別にそこら辺は気にしなくて OK です。あと、もう一つよく聞かれるのが、先にローポリゴンのモデル作って、それに掘り込んだ方がいいのか、ハイポリゴンのモデルを作ってローポリゴンの方にリトポロジーしていった方がいいのかっていうのをよく聞かれるんですけど、会社の慣れてるワークフローでいいと思います。会社とかでやるのであれば、個人 の方でやるのであればリトポロジーを後からやった方が多分手っ取り早いと思う。リトポロジーって何よっていう場合には、まあ、ポリゴンのこういう構成してるものっていうのが、これがトポロジーっていうんですけど、これを貼り直す作業、まあ、簡単に言うとポリゴンの構成を変える作業っていうのがリトポロジーっていうんですね。なので今これ掘るのにはいいポリゴン構成になってるんですけど、じゃあこれを動かすって言ったらですね、やっぱちょっとこれ密度高すぎるんですね。で、そういう際に、ポリゴンを貼り直す作業っていうのが必要になるんですけど、それがリトポロジーって言われます。この横文字が多くなっちゃうんですけど、なんで横文字が 3D 系統だと多いのかってよく聞かれるんですけど、これも簡単な話で、いちいちその、
も言葉を説明するのに、なんだろう、一文必要かっていう話なんですね。なので一文ごとにいちいち戻してたら大変になっちゃうので、そうすると横文字が多くなると。で、確かに初心者のうちは横文字って分かんないんですよね。で、なんだろう、経験者になればなるほど、むしろ横文字じゃないと分かんないっていう風になってくるんで。で、あと横文字は調べられますからね。で、例えばノーマルマップって言ったらノーマルマップってそのまま検索すれば、まあ大体出てきますから。前までは出てこなかったんですよね。2013年ぐらいだと、やっぱ海外のスレッドとか見に行かないと、ほとんどなかったんですけど、最近はやっぱもう当たり前に使われてる単語なので、もうほぼほぼ出てきますよね。ポリペイントで結構綺麗になりますし、カラーマップもずいぶん最近やってます。そうですね、最近はもうほぼ、なんだろう、もうラフデータは Z ブラシで作っちゃって、でそれを結局 UV 展開して色を塗るために落とし込む場合には、まあ、ちょっと工夫してって形になりますよね。プログラミングとかの系統もそうなんですけど、基本なんか学ぶ際にはやっぱどっかで必ず英語が出てくるんですよね。あんまり抵抗を持たない方が 3D は特に学ぶのは楽だと思いますね。ああ、深度なのかデプスなのかとか、まあ難しいですね。デプスって言われて、なんかパッと何のことだか分かんないって。まあデプスだったら深度って意味なんで、じゃあ深度かなって。あとはノーマルマップはですね、たまになんだろう、サブスタンスピンターだったかな。通常マップっていう表記になってたりとかもするんで、まあ最近は直ったのかな、分かんないな。最近ちょっとサブスタンスを触ってないんで、まあ一部ソフトウェアだと通常だったりとか、あとは、なんだろう、ノーマルマップでも、方線マップっていう呼ばれ方をしてるのか、普通にノーマルマップなのか、なんか、結構異なりますよね、ソフトウェアごとで。ここら辺は翻訳者の、加減なので、まあ、基本はやっぱ、そういう作業担当者の人は、両方単語としては知ってた方がいいですね。方線なのか、ノーマルマップなのか。まあ、たまに頻度だったりとかでもあるんですけど、まあ、英語はツールなんですよね。自分もその英語をどうやって覚えたんですかって聞かれると、まあ、答えようがなくてですね。自分はロンドンにいた時にですね、5年間ロンドンにいたんですけど、小学校にそのまま現地の学校に投げ込まれて、それで なんとかしろって言われて、それで覚えたので、必要になって覚えたんですよね。なので、なんだろう、覚えようと思って覚えたっていうよりは、もう自分が何をしたいかって表現するためには結局英語をしゃべんなきゃいけなかったと。で、そういう環境にいたので覚えたっていう流れがあるので、じゃあこれを他の人におすすめできるかって言ったら、まあできるならいいですけど、なかなかやれって言ってできないんですよね。うん、自分は現地の学校に、イギリスのロンドンの学校に5年間いたので、それでもう、なんだろう、幼稚園終わった後ですよ。幼稚園終わって、小学校1年生の段階で、
現地の学校に投げ込まれて、それで右も左も分かんない、英語英単語もトイレットしか分かんないみたいな、そんな状態ですね。Yes, bioscoping, yes. で、まあ、それでね、英語覚えて、で、まあ、喋れるぐらいにはなってるので。人間必要になったら覚えられますよ。3D とかも全く同じで、もしそれがこう、ね、友人と話す上で必要な単語であれば覚えますし、例えばその使う上で必要なツールだったら覚えますし。まあ、だからね、使い方次第だと思うんですよね。専門用語とかもやっぱ使っていかないと覚えないですし、使っていくとね、もうなんかそれ抜きで何か説明するのもすごくまどろっこしくなってくるんで。まあ、とはいえ、まあ、初心者向けのチュートリアだったりとかする場合には、まあ、基本的には初めて出てくるような単語っていうのは基本的には説明するようにはしますね。なので、まあ、経験者向けだったりとか、もうすでに作ってる人向けだったら、まあ、そこら辺はもうある程度分かってる前提で解説はしますけどね。まあ、使い分けですよね。今日は造形の話というよりは完全になんか映画だったり翻訳だったりなんか文化の話になってますね。こういう回もあってもいいかもしれない。まあ、貫き丸とかは飲み会ネタにしていただければと。フロドとかもなんかビルボとかもなんか翻訳違うんですね、確か。フロドだったっけな。
あ、あとそうだ、ストライダー、ストライダーっていうのがあるんですけど、あれ、ハセオって読むんですよ。この このハセオ、ハセオってなかなかすごくないですか？これでストライダーですよ。まあこれストライダーって何かって言ったら、アラゴン の、 あの2つなんですけど、なんだその この下の文章がなかなかすごくてですね、まあ元々の翻訳だとこんな感じの文章になってますよ。アラゴンのセリフで、なんかすごいなんかすごい侍感がすごいですね。これで第3章であのゴーストを引き継いできたら完全にあのなんだ別の感じになってますね。そうですね、田舎もいいんです。これこれでね、面白いからいいんですけどね。そうだね、ちょっとなんか田舎者感がすごいですね。いや、ありだと思いますよ。なんだ、指輪物語って言って、で、それで、あの、なんか、歌舞伎の新しい、なんか、流れとしては、受けると思いますよ。あの、でも、うん、権利元との、なんか、あれとかもありそうですけど、まあ、でも、やってみたら面白いと思うんですけどね。歌舞伎も最近、なんか、いろいろやってますからね。逆にこのバージョンの例えばエルフとかドワーフってどんな見た目してるんですかね。そうですね、やってますね。なんですかね、宝塚で逆転裁判やってるようなもんなんですかね。あれもなんかなかなか衝撃的でしたけど、ね、あれはあれですごいなって思いますけどね。ああそうだ、先にこっちに切り替えないと。はい、もしあの逆転裁判たつかわからない場合、ちょっと検索してみて出てきますよ。あのビジュアルすごいです。どういう企画であれになったんですかね。そうですね、やっぱ今まで興味持ってなかった人たちをどうやって引きつけるかって言ったら、やっぱちょっとね、今までやってこなかったことをやらないといけないっていうのもあるので、まあね、そういうふうに歌舞伎に興味持ってもらえるためだったら、新しいその比較的若い人に受けやすいようなジャンルでっていうのは、まあすごくあのいいことだと思いますよ。で、他の業種もやるべきですし、そこら辺もやっぱすごいなと思います。
歌舞伎ってやっぱりいろんな、なんだろう、こう、見方とかいろいろあるんですよね。で、例えば、なんだろう、屋号を呼んだりとかして、盛り上げたりとかするんですけど、あの文化知らない人からすると、なんでこの人たちは叫んでるんだってなりますからね。相撲で座布団投げるのも、よく あれはなんだって思いますけどね。詳しくない人からすると、なんだろう、全く分かんないようなスポーツだったりとか、そういう習慣っていうのは、なかなかやっぱね、入りづらいですよね。で、それが分かるようになってくると、途端に面白くなったりとかしてハマっていくんでしょうけど、一番最初のやっぱそのハードルですよね。これは多分造形でも同じことも言えますし、例えばいろんなもうね、イラストだったりとか、クリエイティブな部分にも関わってくると思うんですけど、やっぱその間口を広く持たないといけないので、いや、どうやってその間口を広げて、より多くの人に受けるかっていうのはまた、それぞれ戦略持ってやっていかないといけないんですよね。難しいですね。さて、そろそろ9時になったので、とりあえず整える段階は終わったので、次回からちょっとディテールに入っていこうかなと。まだここら辺は終わってないんですけど、ここら辺はもう放送外でちゃちゃっとやっちゃいます。なので、もうここら辺は整えて、パーツを置き換えて、で、あとはもう腕も同じ方法でやっていって、で、あとはこれにちょっとディテールを、グリズを彫っていって、で、それでほぼ完成かなと。まあ、色を塗ったりとかもしたいんですけどね。まあ、どこまでやるかですかね。いい、ありがとうございます。造形の話とか、もし何か質問だったりとかあったら、ぜひ今のうちにお気軽にご質問ください。すぐパッとお答えできるものであれば、お答えします。なんかね、話、他のもので盛り上がってて、造形の話できなかったっていうのは、ちょっともあったら嫌なんで、できる限り質問だったりとかだったら、それにお答えしていきたいなと。もしなさそうであれば、終わりにしたいかなと。大丈夫そうかな。あ、では、ちょっと再度宣伝。よいしょ、はい。もしまだ、ご覧いただいてない方は、ぜひ、ZBrush 2021の、スニークピークのプレビューをご覧ください。これ、最新機能、紹介している内容になりますので、まあ、近々公開予定、まあ、そのアップデート自体は公開予定なんですけど、
それの事前に、新機能をご覧いただけるっていう動画になってます。まだ見てない方がいたらぜひ。で、あともしなんか友人の方とか興味を持ってる方で、まあ、こういう機能があるんだよっていうのを話になったら、まあ、ぜひ見せていただければなと。よいしょ。で、まあ、宣伝は以上ですかね。まだちょっと具体的にその生放送でいつやるかっていうのは発表されてないんですけど、発表され次第、PixelogicのTwitter だったり、Facebook だったりとかに上げるので、そちらをご覧いただければと思います。よいしょ。じゃあ、配信は以上となります。ありがとうございました。